最初のステージを始めてまいりましょう。本日は那覇青少年舞台プログラムの皆様が学校終わりに駆けつけていただけました。それでは那覇青少年舞台プログラムの皆様、ステージへお上がりください。はい、どうぞ。はいはい、わお、かわいらしい、はい、すごい。あ、何ですか、はい、わお、これこの格好は何ですか。あなたは何かの映画かな。これはアナ雪の映画の何だっけ。あー、大事なところ。そしてどうぞ。これは妖精の衣装です。あ、妖精ですね。はい、じゃあお名前は。東莉子です。はい、東さん。宮里司です。はい、宮里さん。玉木のぞみです。はい、そして皆さんはもうこのグループを今日は何名で来てるんですか。13名です。今日はいろんな踊りも歌もやるんですね。そうです、楽しみですね。はい、ではじゃあ、はい、来ましょうか。そうですね、はい、じゃあ、はい、青少年舞台の皆様 の、はい、プログラムの方のご紹介をさせていただきたいと思います。お願いします。はい、那覇市を中心とした小学校5年生から高校3年生までが対象の舞台表現ワークショップだそうでございます。11の高校、6つの中学、4つの小学校から約40名が参加しております。はい、今年で結成14年目を迎えるそうですよ。はい、はい、日々の活動や舞台制作を通して地域の歴史に触れ、伝統文化を継承し、協調性やリーダーシップを学ぶことで地域に貢献できる人材育成を目指す団体で、ダンスやお芝居、バンド演奏も行い、一生懸命はかっこいいを合言葉に元気パワー全開のグループです。いい、なんと2014年11月那覇市教育委員会の推薦で白鳳財団より日本文化理解教育部門の白鳳賞を受賞したそうです。すごい。はい、それでは早速演目に入っていただきましょ う、はい、那覇青少年舞台プログラムの皆様です。よろしくお願いします。どうぞ。はいさーい、みなさんこんにちは。私たちは那覇青少年舞台プログラムです。本日はクリスマス前の金曜日のひとときを、素敵な音楽と美味しいお食事と一緒にお楽しみください。まず最初の曲は私たちの舞台のテーマ曲、那覇センセーションです。ミュージックスタート。センセーション、小さな希望があればいい、夢の向こうへ走り出そう。センセーション、輝く未来があればいい。
トファイト、なんと子供は超元気、励ます方が励まされ、励ましたいのに励まされ、押し込んだってしょうがない、頑張るだけさ、チャーガンジュン、センセーション、センセーション、小さな希望があればいい、鈴の
さん。
この場所で皆様に出会えたことを心より感謝します。世界中の人々が幸せで素敵なクリスマスを迎えられますように。それでは最後に私たちの取り組んでいる舞台琉球電信録の中からダイナミック琉球をご覧ください。どうぞ。Let's go.
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大きな拍手をお願いいたします。素晴らしいね、パワフルで、本当ですね、すごい。今の演目は那覇青少年舞台プログラムの皆様でした。はい、ありがとうございました。もう一度大きな拍手でお願いします。彼ら可愛らしいね。本当ですね、フレッシュでしたね。フレッシュ、はい、フレッシュ。